16ポンドのナイロンラインで1オンスのルアーを思いっきりキャストしても大丈夫なもんでしょうか。いや、切れるときは切れますよ、プツって。1オンスでしょ。16ポンド16グラムっていうのを、大体覚っていただければ。で、下はっていうとね、それの半分、16ポンドってことは 8グラムぐらいから、その倍の32ぐらいまでは、大体いけるよっていうとこなんだけど、じゃあなんかフルキャストってプッてやったらプスンって切れて飛んできます。ちなみに僕らが16ポンドでフルキャストすると18グラムの新管が切れて飛んできます。ミスると。ミスらなければ切れない。はーん、プッて、プツーンって切れて飛んできます。はい。まずメインで40年ほどのアングラです。シーバスなどでベイトリールで P1.5 を使用し、40グラム以上のルアーをジグをフルキャストしてよく高切れします。腕の問題ですか、 DCMD なら解消するんですか。まずいきましょうね。PE1.5 ペの 1.5 ちょっと持ってきてみましょう。31ポンドと書いてあります。31ポンドっていうか相当強いってことですね。31、ところがですね、これ各メーカーによってペの、書き方が違います。一番強かったところが31ポンドと書くんですね。この3割引き、21ポンドぐらい。ね、21ポンドぐらいが基本的には本当のその PE のペの強さだと思ってください。ここに言われてるのは40グラム以上と書いてありますね。本来1グラム1ポンドの強さが必要とします。1グラムのものには 0.5、0.5 ポンドから1ポンドぐらいのものだったら、切れずに、気持ちよく投げることができますよ。つまり10グラムのものを投げるのには10ポンドの強さが必要だということになります。10グラムのものをパーンって投げるんだったら6から10ポンドぐらいがいいですよ。20グラムはっていうと20ポンド、ね、14ポンドぐらいから大体20ポンドぐらいがいいでしょう。ちなみに12ポンドで投げる、20グラム投げるとどうなると、ふーピスンって切れて済んでいきます。14ポンド、フラーってやるとやっぱり切れる時があります。でも大体14ぐらいあると、まあまあいけっかなっていう感じになりますね。つまり40グラムということは、少なく見積もっても25ポンドぐらいから、25ポンドぐらいから40ポンドぐらいの強さが必要だということになりますね。それが切れて飛んでいく、21ポンドぐらいしかない糸で 1.5 号ということは、そんなもんですから、切れるのは当たり前でございます。ね、普通のことでございます。高切れするんですけど、つまりその強さが弱いということですね。ってことは、そこに先っちょにですね、リーダーをうーんと長くして、PE の力で投げないようにすれば、まあ、切れづらくなるということになりますね。はい。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン、YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問、こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。